つ森。めんどくさそうな人種に絡まれてしまいました。後方から煽り運転を受け、さらには動画まで撮られています。ドライバーちちまる、この危機的状況を逆転することができるんでしょうか。ドライブレコーダーは搭載しています。ここでカメラを確認、 X と TikTok にさらしてインプレッションを稼ぐことを決めていきました。驚きを通り越してのドン引きです。高齢者の運転する車がコンビニ店内へダイレクトアタックしています。超エキサイティング。煽り運転よりもこちらの方がバズりそうか。車を持つと社会的に積んでしまうリスクがある令和の交通の闇を凝縮していきました。あつ森。幼稚園で行われているギャンブルの英才教育、これが粗品に影響されたキッズたちの末路です。サイコロは2つではありますが、チンチロをして遊んでいます。何度もサイを振りながら11のピンゾロを狙っていきます。確率は36分の1。幼いうちから脳汁が出る喜びを知ってしまいました。あつ森。開口一番カエルのスタート。一体私が何をしたというのか。ただこの程度で折れるわけにはいきません。文脈はあまりよく分かりませんでしたが、とりあえず自分をさらけ出すことが重要なようです。見ていてくれジャック、これがありのままの姿。勢いよくガスを放出していきました。ただこのさらけ出しにはジャックもドン引きです。カエル化現象とはまた違う、もはやこれに関してはモラルの問題、大幅減点になりました。あつ森。衝撃の光景、一体いつから変わってしまったのか。住人たちが喫煙所にたむろしています。悪徳タヌキが全ての権限を握っています。この無人島生活、やはり住民たちはストレスを抱えているのか。いわゆるこれはコマコミュニケーション、一緒にヤニカスになりながら住民たちの話を聞こうという島民代表です。会社などでは問題視されているテーマの一つでもありますが、ここは無人島なのでギリセーフ。ただ住民たちが順を追って距離を取っていきます。まさかのストレスの種のご本人でした。あつ森。出されたピザがまずすぎる。濁った機械油や豚の内臓、パンは無味無臭のスポンジのような感覚です。ただこの事実を言うべきか言わないべきか、頭の中の天使と悪魔が葛藤していたミッチェル、どうやら答えが出たようです。何も伝えず無言で立ち去っていく判断になりました。覚えてほしいことが山のようにありますが、逆に言えば伸びしろしかないわということを。食事キャンセル界隈になりたかったところではありますが、伊達校のブロック、大きな体で塞がれてしまいました。あつ森。諸悪の根源、鬼舞辻無惨、ついに館に姿を現しました。もう目の見えていない産屋敷たぬきではありますが、先見の明でしっかりとこの日を予知していました。妻の静江も凛としています。一族の呪いを解く時です。妻子もろとも爆破する覚悟を決めていきました。あのたぬきは完全に常軌を逸している。静江と豆粒は承知の上だったんでしょうか。産屋敷ボンバーならぬたぬきちボンバーで案内所もろとも爆破していきました。夢だった無人島移住プランパッケージを全て捨てる英断、無限上編へと続いていきました。この番組は、前哨基地、海底神殿、名前の割にたまに全然沈んでいないことがある沈没船、絶対行けるはずなのに火を通せない人参、いつも測ったようなタイミングになって我々をビビらせてくる空洞音、どう頑張ってみても魚っぽさが見つけられないシルバーフィッシュ、そんなに身動き取れなくなるかってくらい動きを鈍らせてくるクモロスの提供でお送りしました。